はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病低病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いします。ちょっと明るい、これぐらい、これぐらいかな、はいですね。まあ、今日も病気とは関係ないんですけども、関係ない話ですけども、初めての圧縮袋をやってみようかなと思います。圧縮袋ね、いきなり悩んと思うんですけども、ね、IKEA あるでしょ、スウェーデン雑貨屋さんですかね、そこで圧縮袋、布団圧縮袋あるじゃないですか。あれを、まあ布団はやったことあるんですけども、服、この前奥さんが子供の冬服を圧縮袋に入れてたんで、何してんねんって、いや圧縮すんねやかなってなって、圧縮して、倉庫じゃないわ、物置部屋があるんですけども、そこに直してたんですよ。それええなってなって、僕も冬物のねアウターとかあるじゃないですか、そういうのとかを、まあ、初めて圧縮してみようかなと思ったんで、まあただね圧縮するだけやったらあれやから、ちょっと丁寧にやってる動画を撮ってみたんで、よかったら見てください。どうぞ。初めての圧縮袋でしたね。ちょっと疲れました。なんかこうやっぱりまだ体が本調子じゃないのは本調子じゃないんで、ちょっとのことでもやっぱりね体力使いますね。まあちゃんと窓も開けて掃除機使ったんでね、換気を良くしてマスクもちゃんとして
だったんで害はないかもしれないですけども、まあ一つの作業というかそういうのが体にはついてくるなと思いましたね。まあ頑張ってそういうふうな日常生活においてもね、いろいろなことをやりながら、まあ、無理せずね体力つけて頑張っていきたいと思います。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。